ロッテ佐々木朗希強行指定から一転、契約合意の前進走、球団があえて泥をかぶった本当の理由、松本球団本部長は球団としても、話し合いの中で、至らぬ点とか、落ち度もありましたとも話している。交渉ごとだけに公表されては困ることもあるだろうし、球団側があえて泥をかぶることで、事態を丸く収めたようなのだ。引退して浪人します言われて困るのはロッテの方だから、結局球団はメジャーに高く売ることしか考えてない。わがままイメージがついたね。若い人はメジャーと代表しか興味ないやろな。まあ今年は結果を出せばいい。体がガラスだからまだ年間通しては無理やで、素材はもちろん良いんだけど、これで今シーズン周り黙らせる圧巻の投球すればいいんだけど、できるかしら？老害おじさんたちに脅されたから、気合い入れすぎてリリースが遅くなると打たれるから、逆に気楽に投げときゃ完全試合で確定や。自主キャンプになったら佐々木に批判が集まるだけで、球団はダメージないだろ。どう考えてもロッテが保有権持ってる限り、佐々木に勝ち目なかったもんな。丁寧に育成してもらってこれはないわ。里崎の意見を聞いてみたい。渡米前最終年のマー君くらいの活躍が必要。イメージ悪化が真相。そんなにロッテが嫌なのか。密約あったのに知らないふりしたから、佐々木が拗ねたんだろう。エンゼルス行け。エンゼルスは大谷を3年くらい甘やかしてくれたよね。チームメイトはどう思ってんのかな。わがまま野郎の時は打つ気なくなるんじゃない？ご視聴ありがとうございました。